特別に劇中の衣装ですね、総価がアルバイトする、喫茶店アンティークの制服でお越しいただきました。では妹さん、一言ご挨拶お願いいたします。本日もお集まりいただきありがとうございます。霧島総価一番手の手前です。いろいろと紹介したいと思います。よろしくお願いします。ずらりと並んだメニューの試食をしていただきたいと思いますが、ちょっと見た目にもインパクトあるものがたくさん並んでますが、気になるものはありますか？なんか種木のマスクに入った、飲んでみるとマスクをつけてるみたいな。これ何ですか？これ器です。飲み物わかるよ。飲み物わかる。飲み物は学童ソーダ。きっと正面から写真撮るとマスクをつけてるような山本さんになるんですね。お味はどうですか？マクロソーダ普通に美味しい。今ちょっとカレーを準備してますので、まずいサンドイッチ、これが注目のまずいサンドイッチ。今日マスコミの皆さんも待機中に召し上がった方もいらっしゃると思います。まずいという噂が。味まずかった？まずいです。絶対食べたくないんだけど。このレバーもしよかったらチャレンジしていただいて。見た目は割と普通の美味しそうな卵サンドイッチで、もなんかグールが人間のそのサンドイッチを食べた時の味らしい。そうですね、グールは人間が食べるものを食べるともうとてつも食べ物と思えないようなマジソンということでちなんだ食べ物になって、あえてマスクしてるそうなんですけども。はい、お待たせしました。種木の先がカレーが。あ、でもいい匂いする。匂いは普通。結構辛いです。あ、いいですね。映ってる。なかなか、あ、肌も見るとだんだん目玉が。羽根木の目、はい、羽根木の目を今から召し上がっていただきます。いただきます。あ、結構どこ来ましたか？美味しい。いただきます。え、美味しい。辛い。おいしい。これは何ですかね？これはモナカ。モナカって、あのモナカですね、アイスとかによく、はい、お肉入ってますので、ね、ちゃんとお肉も入ってる。普通のなんかカレーよりもちょっと辛めの。結構いけますね、じゃあ。お肉も柔らかい。あ、すごい。おいしい。ありがとうございます。他、あとはじゃあ次、あ、目玉は食べないですか？食べられるんですね、それ。目玉も食べます。結構な、結構な絵になってますけど、無味。召し上がったところで、演じた東華のデリートに。すごい。おしゃれだね。ちょっと混ぜていただいた方がいいみたいです。チャーム付き。あ、チャーム付きだそうです。混ぜて。これはゼリーですか？あ、ゼリーか。ゼリーです。ゼリーもゼリーです。これ何？で、ソーダ。ソーダ。はい。いただきます。何の味？何味のソーダですか？この青いの何だろう？レモンソーダ。ああ、うん。え、東華としては東華のデリドリンクはどうですか？おいしい。かわいい。映え映えれますね、これね。
カラム付きなのでお得ですね。じゃあ次の品に行きましょうか。月山のローストビーフですね。ドライブのピザの炭酸って結構
ちらのコラボメニュー以外にもいろいろパネル展ですとか、衣装展だったりとかいろいろオリジナルのグッズの販売とかもあって、ついに明後日から東京はオープンなので、このカフェにこれから来られる方とあと映画を、これから来られる方両方の方に向けて、コメントをいただけますでしょうか。映画を見る前にこのカフェに来ていただいてグールの世界を使っていただきまして、それから映画を見てください。そしたらなんかちょっと親近感湧くかもね。そうですね、ちょっと独立させていただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございました。ではちょっと以上で、はい、よろしいですかね。ありがとうございました。以上でイベント終了となります。山本舞香さん